はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。はい、ということで、本日、土曜日の昼間です。はい、僕がね、今撮影してる横のモニターでは、アンダー18の日本代表が南アフリカと対戦しております。ぜひ頑張ってほしい。ということで、ダブル解説でやっていきたいと思うんですけども、まあね、こっちのアンダー18の方の解説もしながら、やっていきたらなと思ってます。はい。で、本日の企画なんですけども、まあ、とりあえずね、今来てるガチャ、これですね、A ランク確定スカウト、A ランク以上確定スカウトと、G チーム確定スカウトを引きたいと思います。まあ僕ね、このガチャもう二度と引かんって言ってる動画が2回いくほどあると思うんですけども、まあ結局は引きますよと、G チーム欲しいんで。はい。で、まあ250エナジーで、10回なんで引きたいと思います。で A ランク以上も引きます。ちょっとね昨日出した動画で西川選手の動画出したんですけども、まあ昨日か分かんない、一昨日かもしれないですが、セーフティーバントの成功率も調べてほしいということで、ちょっと1試合だけやりたいと思ってるんですよ。西川選手1番においてセーフティーバントをね、なのでそちらの方も見てもらえばなと思います。はい。でとりあえずやっていきましょうか。もうね僕ね結構演出飛ばすで有名なんですよね。なので僕結構パッパ行くかもしれない、ガチャは。いちいち見てない可能性がある。例えばこれ自チーム確定やったら3710だけが A ランク以上確定なんで、まあここのみを移すとか、まあちょっと気が向いたらちょっと演出移すとかにしたいと思います。で5回目10回目スランク2倍なんで、これは熱いですよね。ぜひ当てたい、巨人でね。南アフリカのピッチャーめっちゃええ球投げるな。はい。ということで、とりあえず A ランク以上確定スカウトからいきたいと思います。では行きまーす。まあ僕ね、プロ野球スピリッツ3年半ぐらいやってるんですかね。これで S ランク出たことないんでね。出るんかな？カット。出ないですよね。多分出ない。もう飛ばそうかな。ちょっと青く燃えるところまで出なかったら飛ばします。演出が。青く燃えるところまで、ね。長打で逆転サヨナラチャンスが来たらね。あ、来た。これはカット。うわ、ファイターズ縛りなんか、俺ファイターズにしてる、してないよな。大丈夫ですよね。5回目だけですもんね、自チーム確定ね。ちょっともうパーンって来てほしいな。これでなんか S ランク出ましたって報告ツイッターでちらほら見てますよ僕。覚えた、カット。青山選手いいですね。4回目、さあ頑張れ石川君、東方。お、あ、びっくりした。あ、お願い、青く、カット。ないか、石川直也選手ファイターズ縛りなのってことで、5回目ですね。5回目自チーム確定なんで、ここで S 来たらめっちゃ嬉しいな。お願いします。さあ、おっ、どう、最後ちょっと見ようか、最後見よう、あるかも。持ってんねん俺こういう時、来い頼む。 2.5 番やろ、なんで引かれへんの 2.5 番。はい、えぐい。で誰、おお、はい、ということで自チーム確定いきまーす。まあとりあえず3710やね。370か、 OK。 まあこれ自チームしか出ないんでね。で別にねボーナスいらないんですよ、僕もう走らないと決めました。はい、もう原監督諦めます。それか自チームのなんていうんですか、あれで自チーム狙い撃ちみたいなんで引きますわ。はい、3回目 A 確定です。あるよ、ここ演出見よう、ここ演出見よう。ここで長打で逆転されるチャンスが来たときは僕は S 出やすい。お願い、割れてないか、カット。もうここまで来たらカットする意味ないけど、よし、丸選手めっちゃ持ってるからいらない。はい、4回目ですね。4回目は何もないと。 OK。 でね、5回目はこれね S ランク2倍なんだけど A は確定してないんですよね。なので演出がなかったときはすごい寒いんですよ。お願いします。A の演出来たら熱いよ。おお、これ来たんじゃん。え、待って、これって確定じゃん、もう確定演出じゃんこれ。違うの、え、違うの、はい違う、どういうこと、え、なんで5回目確定じゃないよね A ランク。おい、マジかよ、今の絶対2倍、 S2 倍やから S 来たと思ったわ、ほんま。まあこの前丸選手引いた時はね、全然関係ないとこで来たんですけどね、2回目とかで来たのかな、忘れたけど。じゃあ7回目ね、 A ランク以上確定。まあ10回目が一番あれかな、おってなる感じなんだな、演出的に言ったら。やばいやばい、鳥肌立った、一瞬で鳥肌、サブイボ、グーズボム、やべえ、誰誰誰、持ってない選手来て、お願い、よーし持ってない、よしよし、やばい、バリ超えてた。えぐ、何回目、7回目でしょ、うわやば、持ってる、このテンションのまま僕はリアタイできないぞ。ああ、くしょ、
これ確定じゃないからね。8回目は8回目も A 引いた。やばい、今回のジジイも確定ガチャマジで最高。9回目はなんもないか。 OKOK、 もう飛ばそう。いい、よし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 、ラスト10。これもね2倍なんで、さっき意味不明なとこで引いてんから、ここは来てほしいね。2倍なんでいきます。さあ、日本1点入れました、日本1点入れました。ナイス、あ、2点入れた、ナイス。アンダー18いきます。ってことで僕も S ランク来るんじゃない。僕はね、日本代表は南アフリカと戦ってるけど、僕はプロスピと戦ってる今。頼む、ないか、あー、なかった、もう。はい、ということで西川選手の、セーフティーバント企画ですね。ちょっとねバッターだけやろうかなと思ったんですけども、意外とねピッチングの方も参考にしてるという方もいるんで、なんかあのこの前の動画欄でも、あの飛ばさないでくださいと、西川選手がアウトになったからってリアタイ続けてくださいという方が結構いたんで、ちょっとねやらせてもらいます。はい、普通に、まあ、僕のプレーを結構見たいっていう方もいるみたい。まあ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 、やばい、この人うまいぞ、絶対うまいぞ。ちょっと待って、あ、ミスった。マウンド上山本、そしてキャッチャーは阿部。このバッテリーをタイガース打線が牽制。いやうまいな、絶対うまいな。あー、クソ打ってくるか。いやこれ怖え、ちょっとツーシームめっちゃ怖いわ、ツーシーム怖いわ。うん、ツーシームが怖いんですよ。あの打たれるのが怖くなくて、ツーシームが怖い。よし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 、うわ、エッグ、特能エグ、特能の神様、マジでトイレの神様みたいに言ってしまった、ごめん。上村かな、よしよしよし、オッケーオッケー。あ、スプリット見えてないぞ、スプリット見えてないタイプ、 SFF が見えてない、よしよし、 SFF 見えてない。これはね SFF 中心でいきます、しつこく SFF です。やってもたー、高いて、高いて、今の SFF。 いや多分ストレート打ってくる、もう今のリアタイはマジで全部打たれるからな。いや高いねんな SFF が。全部振るやん、もうマジもったいない、ほんまに企画やめよう。嘘です、やります、セーフティーバントやります。うわもったいねー、あーあー、はい、ということで西川選手企画終了です。西川選手の企画終了いたします。はい、ってことで普通にリアタイして勝ちたいと思います。6点入れます。はい、あざす。はい、もう6点入れます。はい、もう西川選手回ってこないです、裏なんでね。はい、はい、あ、あ、やってもた、やってもた、やってもた、まあいいや、パッパ終わろう。もじゃあしんちゃん、クレヨンじゃありません。ミスター、今の落ちるフォークか、これ落ちひん、よし、ってことで抑えて勝ちたいと思います。はい、一発で試合をひっくり返すということはこういうことですね、本当に。でこの方 SFF 見えてないんですよ。ツーシーム打ってくる、うまいな、ツーシーム。うわー、村田選手極み、やばい、これはこれは高くいったら打たれる、見えてないね、うん、 SFF が見えてないんですよ。オッケー、高ささえ間違わなければってやつ、あ、これは見えてた。ってことはマッソン選手とかもう落差激しいから、もう全部振っちゃうんじゃん多分。うん、見えてない、よし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 、多分ね重くそツーシーム張ってると思うんですよねこの方。だからこういう方は間違ってももう一球でもなんか遊びで投げたりしないように、絶対皆さんなんかちょっとたまには投げてもいいやろなっていうのがあだとなってホームラン打たれるんで、こういう時、さっきみたいに僕がねツーシームちょっと一球投げようかって言ったら、あの運ばれたじゃないですか、サード戦に。うん、そろそろツーシーム来るんじゃねと思ってるんですけど、ここ縦スラなんですよ。うん、うまいな。じゃあ高め通信いきます。これね、また SFF 張ってると思うんで、次は。さすがにね。
よしよしよし。はい、ということでありがとうございました。まあね、今回のメインの企画はあのガチャの方だったということですね。西川選手は即終了という形で、はい、まあこんな感じでやっていきたいと思いますんで、ありがとうございました。 VIP でした。